協力プレイって感じ、気持ち入ってない。俺どこにいるの。なおちゃん介護が大変だね。本当ですね。しょうがないよ、金持ってんだから。私はねえ、見てほしいよ。そこの稼ぎが大事だろ。お、お、援護、これを通すんだ。どっち、あれ俺つけなきゃ。俺どっち、あ、俺右だ。俺右になってる。あ、あ、私、隊長、隊長防衛線を突破された。あ、透明になれるんですね。狙えるかい。あ、来た。あ、来てる。あれ、いなくなった。どこ、どこだ。最新の情報が役に立つことを祈っている。レゴの故障かね。持ってるやつはないもんね。そうですね。あれ、弓矢のやつどこ行った。隊長、そうだ、透明になれんだ。なんか殴られない。変な電磁波流してるんだ。お、こっち来た。ほんとだ。マークとかやっていかなきゃいけないんじゃない。なるほど。すごい光ってるとこ行って、ほらほら来た。あ、来た、いたいた。あ、いくつか上に行かなきゃ。よし、銃があります。お、あ、倒した。倒したね。早い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 。待って、俺の意味。待って、左の方は何もないの。その左の方、あ、多分今敵を倒さないといけない。ないのか、ちょっと待って、それそっちもやってますよ。それか。いや、臭い、なんか臭いのやられた。臭いな。これなんだ。お、消防して開けるのかな。なんか臭い。臭い。匂います？臭いね、ジャス君の方ね。なんセーブして続ける。あ、なんか押した。あれ？なんで臭い？なんで臭いの？なんか臭いのよ。なんでだ？あ、痛い。あ、痛い。見つけなきゃ、ナノちゃん。はい。あ、俺もやる。うまいね。俺もやる、それ。俺もやりたい。うまいね。俺もやりたい。イエーイ。俺もやりたい。うん。来たよ。敵が来てるよ。あ、敵。消えないと。気をつけちゃわないと。敵来い。俺今どこ？あ、今。いた。俺行く。やっちゃえ。今回ジャス君が。ああ。あれ、ちょっと入れ替わっちゃって分からなかった。ああ、砕けちゃった。頑張れ。任せろ。へい。俺だよ。あ、どっち？ああ、今のはジャスさんですね。おお。あ。バートンだ。彼がシステムを破壊した。あ、もう終わり？誰か聞こえるか？消火できるの？消火できる？こちらロマノフ捜査官。了解。なんか丸？丸？大丈夫か？消火。え？どこで消火するの？マーク出ない。どこにいるの？待って、どこにいるの？あそこのなんかスイッチのとこ行きたいんですよね、多分。シールドは持ってない。ないから仕方ないね。お、なんかマーク出たか。オールソンだ。あ、やっぱりダメだ。これを。そこできないね。あ、身体能力の高い人のやつだ。あ、そうだ。あ、ジュッていったね。ジュッていくね。身体能力の高いやつ。いや、今のゴージャスさんじゃないですか。いや、これ普通の人だよ、これ。あ、私透明になってるのか、ダメか。あ、ダメだね。ダメだね。じゃない、それじゃないのかな。え、違うとこ。おいちゃん教えてー。おいちゃんさん。ゴージャスさんにコールできます。身体能力高いの？ゴージャスさんのやつ。いや、これ身体能力高くない、普通の人だよ。工作金が高いんで。へぇ、嘘。この人あれ、じゃあ、なおちゃんが雑魚を処理して。はい、これどこ、
どこ潜在能力どこどこどこ。心配ない。最終的にはこちらで解明する。うん。ブラックウィドウは飛び乗れる。心配ない。これブラックウィドウじゃないよこれ。誰が叩いちゃう。あ、私が叩いちゃったのか。え、行っちゃう。ポールどこ、ポールどこやの。あ、ほら、ほらほら。逆行っちゃった。いいぞ。お、来た来た。え、どこに行くの。これであれじゃないですか、あの。あ、そこです、そこです。で、丸。消火。あ、消火器だ。あ、来た。消火器じゃない、スプリンクラーかな、なんだろう。そうですね。水かけてくる。おお。イエーイ。これ普通の人だよ、これ。これでも普通の人じゃないんですよ。さあ、何をするでしょう。組み立てるのかな、違う。あ、本当だ。俺がやっつけとくから。行きましたよ。私を見る。捕まってる。頑張れ、捕まってる。あれ、敵と戦ってるの今。そう、戦ってる。あ、来た。よし、やっといてくれ。はーい。え、何をなんだ、何をするんだ。あ、また戻した。これね。うん。あ、四角。四角。あ、あ、神経衰弱。ですな。それと、違う。あった。あ、あ。違う。と？え、あれ？どっちだっけ？これか。嘘でしょ。おい、ちょっと。なんだ、早くしろって。これだ。で、敵が強いんだ。お。違うでしょ。そんな苦手か。来た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 。落ち着くんだ。イエーイ。あ、押さなきゃ。あ、そしたら、お、あのレバーを。うん。よっしゃ。お願いしよう。お願い、お願い。同じくだってよ。同じく反対側もだってよ。あ、あれよ、一緒に。反対側も。超炎上してるよ。もうやられちゃった。え、なおちゃん反対側。反対側。あ、反対側にも同じ装置が。うん、出たよ。じゃあで一緒にってことですね。うん、一緒に。一緒に引っ張ろう。よし。透明だと敵来ないんだね。本当ですね。全然気づかない。ね、ジェスクがすげえ困ってるよ。あ、上がっちゃったレバーが。あ、来た。はい、されたはい。あ、お、お、混乱する、混乱する。もうレバーに、あ、で、また やるんだ。こいつが使ってんだ。行くぜ。ダー、誰今の、今の誰。俺がやったな。スーツを切ろう。ダイソン、そこで会おう。え、お、護衛機60、すぐに中央部へ進んで敵を攻撃して。でも接近は禁止。あるんですか、ジェスカ。今のは何だろう。何だろう。スタンリーにお任せよ。あ、スタンリー、原作者。こんなシーンには出てきてないけどね。出てきたっけ。出てきてないのかな、急に。やばいやばい、あーやばい、あー、このシーンはあったけど、スタンリーじゃないぞこれ。スタンリーもう80、90歳ぐらいのおじいちゃんだから、こんな無茶させないから。無茶させない。あー、このまま落ちてきた。エンジン制御盤で中継機がオーバーロードしていないか確認してくれ。うん、ギスってる。始めよう。プロペラ直すんだね。どっちがどっち。アイアンマンだ。俺、キャプテンアメリカ。うん、キャプテンアメリカはね、いいね、アイアンマン。すごい楽しい。だから層が渡ってこれるようにしてあげんのかな。あ、そうですかね。大丈夫かな。そうじゃねえや、キャプテンアメリカン。キャプテンアメリカン、ね、アメリカン。え、あれ、これ俺じゃない。なんか押すマーク出てたね、アイアンマン。押すマーク、うん、ちょっと上右、上右、そこの辺。もうちょっと進んだ。あげたよ。キャプテンアメリカマークできる。あ、まあ、大丈夫か。はい、ここで何かやってあげなきゃいけないんだね。とりあえずそうですね。うん、あ、なんかボタン出てるよ、アイアンマンの。あ、
本当だ。その辺。お投げろって。どこ？あ、いや。これで、なんか掴まれる？そんな飛ばなくてよかったんだ。二段飛びでいける？私が？あれ？アメリカン。あー！もう一回。あやさん。ダメ？二段ジャンプ。なんか。うん、惜しい。あ、いけるのか、いけるのか、いけるんだ。いけそうですね。アイアンさんいけるんだ。よし。いやー、なかった。あ、ここもだ。そしてここいけないんだよ、アメリカ。ボールみたいなのありますよ、これ。ん？本当だ。そうだね。そっち乗れと。全然乗れない。あっちが全く見えない。あ、位置が移動できる？うん。増やしましたよ、ポールの位置。本当だ。乗った。やったね。すごーい、うん。協力プレイって感じ。気持ち入ってない。俺どこにいるの？あ、中のやつやっつけんじゃないですか、アメリカン。そのハテナ。視点変わんないんだ。まだ進むの？なんかさ、上にやっぱりさ、さっきみたいななんか邪魔なやつがあるでしょ。そうですよね、キラキラしてる。アイアンマン、本当だ、キラキラしてるやつ。これやっつけて。あれ俺やっつける。あああれ、よし、俺がやっつける。パンダマンパン、やっつけるのかな。あ、それだ。はい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 。おお、ほら、おお、任せよ、こっからは。ハテナ関係なかったんだ、中の人。本当ですね。うん、どうされた。さあ、どうやって開ける、そこか、違う、違うか。どうやって開けましょうか。また何か、あ、光ってる。なんか、そうだね、光ってるけど、アメリカンって火消せるんだっけ。あ、消せない。あ、シールドがある人をあ、ね、消せるんだよね。そうですよね。来た、ね、あ、ダメ？これでも変わんない？なんか組み立てんじゃないの？アメリカン。うん。アメリカン。あ、本当だ本当だ。うん。レバー。自分の意見でやったからな。自分の意見だけで。面白いね、考えていくのね。そうですね、謎解き。天才でいるのはどんな人？さあ、どうするんだい？なんか出たね、そこ。アイアンマンしか壊せないよね。アイアンさん。あ、はい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 。あ、かたどりまーす。かたどって。アイアンさんが中に入って扉を作動させると、ドカ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 、ピカピカ光ってるね。お、これが、あ、違うか、中から、うん、中から。アイアンさん、あれ、ね、ピカピカじゃない、これっぽいですよね、うん、あ、ドカー、組み立てんじゃない。アイアンさん組み立てないの。俺もこれいけんじゃない、こうやって。あ、ちょ来た、じゃじゃーん、じゃじゃーん。え、作動しちゃうんじゃない。お、あ、エレベーター。そうだ、来た。なおちゃん、介護が大変だね。本当ですね。しょうがないよ、金持ってんだから。私は空飛べるのに。ほら、あ、ここアメリカン、違う人だ。あ、これ、これアメリカン。アメリカン？これアメリカンですよ。アメリカンじゃないでしょ。これアメリカンですよ。これアメリカン。進める？ほら、あ、ほんとだ。ほら。それで、じゃじゃーん。あ、またなんか邪魔な。これアメリカンだ。え？あれ？あ、何？あ、とかうん。関係ないだろ。組み立て違うか。あれ違うですね。あ、こっちの中に入るみたい。あ、卓越した。お、いいね。なるほど。あ、うわ、来たよ。やばい。まあ、ハルクを止めに行ってんのかな。いや、ハルクはもうあのままね。大丈夫。ほっといたら大丈夫。うん、もう何があった。ああ。頑張れ。意外と便利だぞ。あ、これなんだ。よし、なんかできましたよ。おお、お、
もう一回だ。これだ。下げる。開くよ。頑張って。これ開いてない。開いてない。右側向けないの、なおちゃん。あ、なるほど。一緒に。あ、ちょっと飛ばないで。飛ばないで。よし。おお。間違ってはいない。あれ、壊す。おお、やめろ。溶かすの？違う。え？何なんかするんじゃない？アメリカン？違う。え？なんかピカピカ光ってるよね上。え？あ、アメリカンだ。おお。アメリカンって言ってるよもう。自然に。ここに来てる。自然にです。アメリカンね。お。お。開いた。お。でもさ、アメリカが行けないよね。行けた。あ、行けた。あー。あー、プロペラ回さなきゃいけないこれね。次はどうする？あれを押さなきゃならない。おお。このアイアンマンかっこいいですよね。うそ。うん、気づいてる。かっこいいわけや。押すんな。ロキがポップ。釣られるの？いつまでこんな手に引っかかるんだ。幻影をね、見せるからね。ああ、これブラックウィード来るんだよ。あ、おお。めっちゃ、めっちゃ痛めつけたら正気戻るっていうね。あ、そうなんだ。なたじゃ。あ、人間は我らを不死だと思っている。試してみよう。あ、どいてください。あ、新兵さ、私も性能は知らない。来た。さっき名前なんだっけ。あれ、確かめるか。支えちゃう。支えちゃう。分かってますから。もう分かってますから。でもね、エージェント・オブ・シールズ、他の話でね、生き返ってるから。映画版お楽しみに。それはね、映画版じゃないから。あ、それはいい豆知識ですね。それはね、言っちゃうと品種を買われたら。そうなんだ。ハートのボクサーパンツかな。ほんとだ。合う。うん、かわいい。コミカル。おー。本当に自分たちで考えましたね。自分たちだけで本当にやり遂げたね。すごーい。いやー、飛び立ちしました。お話がね、多分この、そのアベンジャーズの1作目の方をモチーフにしてるから、多分その最後まで行くのかな。そうですね、下振り攻めてくるのかな。面白いね。面白い。おー、コミカルで本当に、ね、コミカルで全然原作だから、ね、ジャス君とか直輔はさ、ちゃんと一回見てるからさ、うん、はい、あ、こんな描写に仕上がってみたいなところがいろいろあるんだね。こんな描写に仕上がって、かわいいですよね。面白いね、でもね。いいね。いやー、ちょっとストーリー続き気になりますね。ね。そうですね。うん。ちょっと進めたい。どんどんやっていきましょう。そうだね。はい。そしてまた僕がいろいろ教えてあげるから。はい。さっきのいい豆知識でした。エージェント・オブ・シールズで、誰だっけ？そういうのが欲しいです。ね、そういうの欲しい。そういうのが欲しい。ネタバレはやめてください。言いたい人なの俺。だって早かったよね、なおちゃんね。はい。ゲーム始めてすぐネタバレしやがったもんね。そうですよね。開始何分だっていう話ですよ。だって見てないのよって。見てないのですよね。あれ、なんか今度直輔に見といてっていうのはあります。あ、そうですよ。もう違うんだ、もうだってキャプテンアメリカは。だから一番見やすい、アイアンマン見やすいから、ものすごい。アイアンマン見ろと。アイアンマンとキャプテンアメリカを、これは2個見た方がいい。これ、はい、うん、2個見た方がいい。あとマイティーソーと、マイティーソーと、あのインクレティブルハルクは、インクレティブルハルクは見た方がいい。とりあえずアイアンマン見ろって。アイアンマン見て、はい、わかりました。アイアンマンとキャプテンアメリカも見た方がいいかな。おー、さっきの2人したら繋がってくんの。繋がるっていうか、もう
なんでこうなっちゃったのかなっていうのが分かるから。へぇ、ね、本当につながってるんですね。そう、あの一番最初のキャプテンアメリカは、はい、もうすげえ痩せっぽちの、すげえ痩せっぽちのね。へぇ、分かります。でもそのあのスーパーソルジャーのね、はい、な手術がなんか薬をね打たれて、そうするとすげえムキムキなのこれ、ね、ムキムキになって、でこれネタバレじゃない、これ本当に。でもこのムキムキの方が本当の俳優さんなの。で、だ痩せっぽっちの方は CG で痩せっぽっちにしてるの。すごい、もう見なくていいっすね。違う、それは見た方がいいな。皆さんも次まで見といてくださいね。はい、ということでね、はい、レゴアベンジャーズはですね、まあ、うん、シャープ1から結構経ちましたけども ね、 ね、はい、僕もたまにネタバレっぽいこと言いますけどね、うん、俺は皆さんのなんかそういう見たいなっていう精神を誘うために言ってますからね。あ、そうなんですね、ね、一緒に見ましょうね、はい、ね、はい、ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。すごい、パニクルとアンガールズが飛び出てくる。見なくていいですよ、見なきゃダメやもう。見なきゃ絶対に。じゃあ、これ DVD 貸せばいいのか。アイアンマンはどういう話ですか。アイアンマンはもともと社長が武器を売る商品ですね、こっちの中東の方にも、ね、はい、売ってたのね、うん、その時に、そしたら社長がさらわれちゃったの、その中東の人に、まあ、で、こちらの兵器を作れって、うん、洞窟の中にこう監禁されるのね、あら、まあ、で、そして兵器を作ってる時に、うん、兵器なんか作っちゃダメだっ て、 って、ね、自分でパワードスーツ作って、うん、喋りすぎじゃない、自分で脱出するの、脱出する、おお、ドコーンって、うん、もう見なくていいっすね。いや、見てほしいよ。そこの稼ぎが大事だろ。それがすごいいいの。あんまりそんなこと言ってないの。本当に面白い、本当に面白い。お楽しみに。